天馬橋駅。天馬橋駅は、大阪府大阪市中央区天馬橋,橋橋町一の一に、ある、京阪電気鉄道、大阪市高速電気軌道の駅。駅番号は、京阪電気鉄道が、KH03、大阪メトロが、T22、旧ヨド川、大川に架かる天馬橋の南詰めに位置する。元は、京阪の大阪側ターミナルであったが、淀屋橋駅への延伸で、 中間駅となったことから、現在の利用者数は、京橋駅や淀屋橋駅を下回っている。1910年、京阪電鉄の開業に伴い大阪側の起点として設置された駅である。当初は、現在の北浜駅よりの高麗橋付近に起点を置く、計画であったが、大阪市電との絡みもあり、計画より、京都よりの当駅が点となった。開業当初の駅は、 伝提と変わりのない簡素なものであったが、大正時代にホームの高い床か駅舎の新築が行われ、三面四線の串型ホームとなった。昭和初期の1932年には、淀川とネア川との合流部の付け替え工事が行われ、その河川敷の払い下げを受けて三代目駅舎が作られた。この駅舎は串型四面六線の旅客用ホームに貨物用、 ホーム一面一線を加えた構造で、現、オムビル中央付近に南北に地下道があり、これを境に各ホームの東側を校舎ホーム、西側を乗車ホームとして完全な乗降分離を行っていた。地下道の南端は土砂堀通、北側歩道下にあたるが、この地下道南端に校舎用改札口があり、各校舎ホームからの乗客は地下道改札口を京大阪市電、 バスに乗り換えていた。現在もオムビルの東側には、京阪東口と称する交差点やバス停が残っているが、これらは、この交差用改札口に由来しており、ここから天馬橋交差点北東角の乗車口までの、土砂堀通北側には、名店街もあった。乗車口の南側には1、4円形敷地の駅本屋、北側には3階建ての京阪デパート、 天馬橋店があった、1933年開店。駅本屋には、大型美差市があり、戦後は平方大菊人形などの隠し広告に、使用された。本屋内中央には、円形の切符売り場があったが、天井がドーム風に非常に高く建築されており、平方大菊人形開催時には、超鎮風広告が吊るされるなど、ここでも、隠し広告が行われていた。この駅舎は、 太平洋戦争、大阪への空襲で全焼したが、戦後修復され、京阪本線地下,下下まで使用された。淀屋橋、天馬橋駅間の延伸開業に伴い、1963年4月16日、地下駅に移行した。北側2線、1.2番線が淀屋橋に通じ、南側2線、3.4番線が行き止まり式、2.3番線と4番線のホームは、 車止め部でつながった串型ホームという構成で、1番線が淀屋橋からの京都方面、2番線が淀屋橋行、3.4番線が東駅折り返しの京都方面という割当てになっていた。当初は3.4番線から東駅始発列車が発車する際は下り本線との平面交差を余儀なくされたが、1970年11月1日に、 当駅と京橋駅の間が複々線化され、立体交差で発着できるようになった。なお、当駅始発、終着の定期列車の設定は平日、土曜の朝夕に限られ、日中や休日は3.4番線に入線する列車がないため、試運転列車、臨時列車の折り返しや、新車の試乗会の発着場などに使われこともあった。当駅から北側に分岐する形で、 中野島線の建設が決定すると、当駅のホームの形態を変更する必要に迫られた。その建設工事の進捗に伴い、南側2線の行き止まり部分が貫通式に変更された上で、2006年4月16日に、淀屋橋方面へ通じる線路が南側2線に切り替わるとともに、北側2線は中野島線開業まで当駅折り返しの京都方面用として使われた。 この時、土曜、休日を含めた日中に当駅折り返しの定期列車が設定された。中野島線の開業までは一番線に発着する列車は午前中の一部列車のみで、折り返し列車のほとんどは二番線を使用してたが、2008年8月1日より中野島線での終熟運転が開始されたため、昼間時間帯を中心に当駅始発の一部列車が一番線に変更された。 なお、岸用時に一番線は閉鎖されており、休日には全く使われない一番線を利用して、ラッピング車両などの展示が行われることもあった。同年10月19日の中野島線開業とともに、同線に出入りする列車が北側に線を使うようになった。同時に当駅折り返しの列車の設定は廃止されたが、一部の渡り線は非常用として存置されている。なお、 同線開業前日の同年10月18日には、線形線5 0 3回を使用した出町流発あたり、駅業普通列車の先頭車全面左側に、黄色字黒文字で、天馬橋と表記された行き先表示板が掲出された。なお1503回が重当された理由は、列車番号に1503の文字が入っていたためである。なお、京阪では、大阪における、 拠点駅であることを強調するために、大阪天満橋駅と案内することがあったが、2003年秋のダイヤ改正以降、大阪天満橋の故障はあまり使われなくなった。定期の折り返し列車がなくなったこともあるため、淀ド橋駅とは異なりこの表記の復活はなされていない。また、到着前の車内放送で、オムビル、松坂山へと案内されていた地下鉄は、松坂前のみ。 地下海以来、駅ビルには松坂屋が入居していたが、2004年5月5日をもって閉店し、代わって、京阪の子会社である京阪流通システムズが運営する京阪シティモールがオープンした。駅ビルは2012年1月20日に都市再生緊急整備地域の指定を受けたため、建て替えが検討されている。式ホームと島式ホームの複合型3面4線の 地下駅。中央の2.3番線が、島式になっている。ここから、東側は、茅島駅、根谷川信号所まで複々線区間となるが、当駅構内で上下人組となっている複々線は、駅を出ると、立体交差により、方向別の複々線となる、下の配線図を参照。西側は、北寄りの2線、1.2番線が、中野島方面へ、南寄りの2線、 3.4番線が、淀谷橋方面へそれぞれ複線で通じている。駅は、京阪式モールのフロアと直結しており、改札口とコンコースは、地下1階、ホームは、地下2階にある。改札口は、東改札と西改札の2カ所あり、谷町線の理科への場合は、東改札の方が近い。二千八年三月十九日、隣接する大川に、 八県家浜船着場が開設された。これに伴い、水陸交通ターミナルをコンセプトに、駅北側に八県家浜船着場と直結するエントランス、地下ホームと地上部を結ぶエレベーター、インフォメーションセンターなどが設置された。また、船着場の設置に先駆け、3月21日には、駅ビル内の飲食店街、パナンテ京阪天馬橋が改装をオープンでいる。 4番ホームのヨドヤ橋側には、尖閣市、茂成、なり、尖閣の志ここになるの石碑が飾られている。これはもともと地下トンネルのポータル上に飾られていたが、オムビル春工に伴いここに移設したものである。一機のエレベーターで1番ホームと、コンコース改札内を結ぶ、エレベーターコンコース改札外と地上を結ぶ、エレベーターを兼ねていてコンコース会には改札内と、 改札街の両側にドアがある。ただし地上から一番ホームへは直通できないようになっており、地上からコンコースで切符を購入して、改札を通過して改札内からエレベーターに乗らないと、ホーム会へはいけないようになっている。発車メロディの導入駅であるが、下り列車は種別に関係なく、淀屋橋方面には特急用、中野島方面には 一般種別用のメロディが流れる。なお、中野島線開業前までは、特急用のメロディのみを使用していた。淀屋橋延伸開業以降は、淀屋橋行きと区別するため、天馬橋行きの行き先表示板は黄色いものを使用していた。島式一面二線のホームを持つ地下駅。改札口は、北改札と南改札の二カ所。京阪天馬橋駅へは、 北改札の方が近い。南改札は地下1階、北改札は地下2階、ホームは地下3階にある。かつては出口専用改札が北側に存在した。当駅は東梅田管区駅に所属しており、駅長が配置され、当駅のみの単駅管理となっている。各年度の交通量調査に基づく特定日の1日、上行。 乗車人員数は、下表の通りである。大阪シティバスが乗り入れており、大阪駅前、梅田駅、阿部野橋、天王寺駅、南波、南波駅に次ぐ大阪市営バスの4番目の、都心バスターミナルの役割を果たしている。走車場も兼ねている。また、京阪前の副名称がある。2008年3月29日までは、赤バスの中央ループも乗り入れていた。 かつては近鉄バスの路線が乗り入れていた。また2003年5月31日までは関西国際空港までリムジンバスも運行していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。